ウィリアム2世は、ノルマン朝イングランドの第二代国王。フランス名は、ギオーム2世。ウィリアム征服王とマティルダの三男で、ロベール2世の弟、ヘンリー1世の2位。ヒゲが赤毛であったことから、赤顔王と呼ばれる。父の信頼が厚かった高層ランフランクの教育を受けて育ったルーファスは、1087年、父がノルマンディで、 企得状態に陥ると、イングランド王位を狙っていたアニロベールに先んじて、父の死を見届けることもなく九月二十六日、ウェストミンスター寺院で退官、アニロベール派の貴族を抑えて、イングランド王の地位を確立した。スコットランド王マルカム三世が、北部イングランドに侵攻すると逆に打ち取り、九十四年に、マルカム三世の息子段官2世を支持して、ドナルド3世を排位させ、 同年に、ダンカン2世が暗殺されて、ドナルド3世が福井すると1097年に、ダンカン2世のイボテイドガに援助を与えて、ドナルド3世を、ハイ,イスコットランドを従属させた。しかし、父ほどの器量を持ち合わせていなかった、ウィリアム2世は、即位2年後に後見役のランフランクが亡くなると、高頭、乱脈の限りを尽くすようになった。また、 ランフランク氏53年経って任命したカンタベリー外司教のイタリア人アンセルムスの解任をめぐって教会領を没収しローマ教皇ウルバヌス2世と対立した1100年ニューフォレストで狩猟中に部下の放った矢が当たりあっけなく死去した独身で子がなかったため王位は弟のヘンリー一世が継承したちなみに彼は 暖色家であったと長きにわたって考えられている。ありがとうございます。